さあ始まりました、ダラニュースです。今日のニュースは何でしょう。いやー、これね、はいはい、俺らがバリバリまだ若くて人力やってる時はめっちゃ行列になってた、あのラテアートってあるじゃないですか。あー、あったね。結構流行ってましたもんね。まあ今もあるとは思います。飲まないですもんね、基本的に。そういうこじゃれたのは飲んでないですね。なんかね、なんかブラックがかっこいいって思ってる人でしょ。思ってないでしょ。いやいや、うちに一人いますけどね。それだけな。ブラックばっかり。あの事務所にね、一口だけ飲んだやつ置いとくわ。あれほんまやめて、ほんま。恥ずかしいな。あれもう、ま、もう幼少期からの。まあ、あんねやろな。うん、そうかそうか、学校行くときに、あの音楽もやってないのにギターしょって言ってたって言ってたもんな。そんなやつおらへんで、ほんま。名残ですわ。もう恥ずかしい。しゃあないな。まあ、そんなラテアートにもう一回ちょっと注目していただきたい場所があるんです。ラテアートってそもそもどこで発祥か分かってます？発祥そんなとこも知ってほしい。イタリアとかじゃん。あ、うん、正解。やろうな。イタリアのどこだと思う？あ、イタリア、ミラノ。お、正解。だわ。あの、1980年代頃にね、ミラノで始まったと言われてます。書いてた。はい。イタリアのバリスタが発祥したと言われてますが、今、そのコーヒー、消費量、今まで1位だったんですけど、残念ながら今僕ら4位ぐらいに落ちてはいるんですが、ほんまやほんまや。ただ見ていただきたいのはね、このラテアートですから、うん、舞台はこの場所です。はいはい、平城宮跡ね。はい、うん。天平を馬下。ああ。いろんなレストランとかも入ってるところなんですけど、その中になんとね、コーヒー屋さん出来上がってるんですよ。うん、ちょっとおしゃれなケーキとか売ってたりとか、ロールケーキ売ってたりとか、パンとか売ってたり、パスタも置いてあったかな、確か。へぇ、それぐらい結構、軽食。うん。そんな感じか。その中で今日は注目してもらいたいのは、この、これです。ラテアートを作ろう。ああ、作ろうになってんねや。こっち側が作んの？どう思う？そうでしょ、多分。イタリアのミラノ、おしゃれなところでできたもんが、お前みたいなもんに作れると思う？いやいや、いや、わからんけど、このなんか、絵的にはさ、簡単に作れるやつあんじゃん。あ、すごい、正解。ね、実は、今、ラテアートの人に頼むというより、そういう機会があるんですよ。あー、なるほど。なるほどね。プリントしてくれるんですよ。仙徳ありますし、うんうんうん、あの、スザクもありますし、うんうん、まあ、お任せっていうね。お任せ。その時の、なんか、鳥を描いたり、もみじ描いたりするのかな、そういうのをやってくれたりするんですけど、うんうん、やっぱせっかくやったら、オリジナルを頼みたいじゃないですか。まあまあ、確かにね。その、専用のアプリを取って、画像を送れば、その画像通りやってくれるんです。ああ、アプリで。だから、あ、なるほど。例えばカップルさんが旅行で来て、一緒に写真撮ったやつをプリントしてもらうこともできる。あ、そういうことか。そう、思い思いの奈良のこだわりを、うんうん、君やったら何かな？あの、あれか、ラーメン屋。あの、塩ラーメンの美味しいとこ。あ、何で？ああ、甘野尺。甘野尺？そうそう、甘野尺。ラーメンにやっとしとってな。気持ち悪い。コーヒーやの。絵が好きなんじゃないで。食べるのが好き。そう。いいよ、いや、それはもうよだれ出てくるよ。嬉しいな。嬉しいな。嬉しいな。まあでも、今回僕は、やっぱり僕の思い人。はい。もう、誰かわかりますよね、これ、見た。ええ、これ誰勝負てんのじゃない？当たり前の勝負てんのやろ。勝負てんのだよ。このお前、この凛とした目目、お目目。ああ、まあまあまあ。そしてこの髭。うん。そしてこの蝶々結び。ああ、なんか。どれをとってもこれ、勝負てんのやないですか。ヤタガラス乗ってるよ、型に。すげえ。キビのマキビが作ったヤタガラス。あ、これはもうちょっと深いからここでやっておきますけど。そう、それぐらい。うん。この聖武天皇、これどうやってプリントしてくれるんやろ。おー、これがね。はい、僕ちょっと頼みました。はいはい。これが、ちょっとお待ちください。送信します。スタッフに番号を見せるわけですよ。新しいデザインを作ってもらいました。すると、うわぁ、なるほど。聖武天皇なんですよ。いや、すごいね。こんな感じで。めっちゃ鮮明やろ。せやね。ほんま、映した感じやね。うん。ほんまに、これしかも機械でビューって作ってくれてるのも見れるから、すげーってなってるな。あー、なるほどね。プリント技術が、こういうとこにも。うん。これ、平城宮跡行ったら絶対頼んでほしい。自分の、しかも重い重いの。ね、柿好きやねえって柿。で、ええやんか。な渋柿。渋柿。いや、甘はまだ早い。渋でしょ。渋をね、そうやってもらって。柿の外しにしてもええがな。柿のくるんでる方なのか、サバ
全面に出した方なのか、いや、あるやんか。なぜ食い物ばっかりって、コーヒーに。味変わるんかね。味がある、そんなもん。まあでもこういうラテアートほんま面白いと思うんでね。面白い、確かに。結構芸能人も来てますからね。あ、そうなんや。ここね。ええ。野村萬斎。ああ。ね。なるほど。春明の役やってましたから。ああ、そういうことか。して、最強の女性、吉田沙保里さん。ああ、人類。人類最強。最強、うん。ね、数々の著名人たちがこうやってやってきてくれてるんですよ。すごいね。君やったらちなみに何するの？奈良の、うん、その、ラテアートするってなったら何をするんですか？ラテアートするってなったら何するかな。ここで4人にしようか。ここで4人にしよう。4人の。恥ずかしいね、って言ったら。いや、それせえへんやん。絶対。あ、まあ。絶対せえへんなってことをちょっと。ちょっとやってみようかな。やってみようかなって思う。だから、おのおののね、皆さんもほんまやってみてください。あなたは、いや、あなた何するんですか？ラテアートで何かするってなったら。俺ほんまは、勝負天皇じゃなかったよ。もうこれでも、こうあんま言うてもわからないのかなと思ってんねん、うん、俺は。一応言ってみなじゃん。それはもう、平熟すぎですよ。ああ。カジロ先生でしょ、それ。ああ、そうか、銅像にもなってるしね。そう、カジロ先生にしようかなって思ったけど。それはまだ渋いかもわかんない、ね。それちょっとあんまわからないから。うん、なるほど。ほんまは？え？ほんまは？ほんまは、おふくろ。それはやっぱ。おかんを。一番恥ずかしかった。満面の笑みのおふくろの写真にしますよ、それは。まあまあでもそんな、おのおの。なるほど。面白いかもわかんないですね。はい、ついつい。ということで、平城宮跡、馬鹿館の方で、ラテアートをプリントから作ってもらえるという、カフェをご紹介いたしました。皆さんも平城宮跡行った際には、ぜひチャレンジしてみてはいかがでしょうか。ではまた次回お会いしましょう。さよなら。Yeah.